丈夫です。最初から3時間喋れるっていうキャスターは多分いないと思うので、私も全員の研修を全て見ていたことはないので、ここに来るまでに経験があったりっていうのはそれぞれ違うんですけれども、全く未経験で人前で喋る仕事は初めてっていうキャスターもたくさんいます。私も知らないことがいっぱいある状態で応募して、研修の中で、あとは実際に番組をやっていく中で、もうセンターの皆さんだったりキャスター仲間だったりいろんな方に教えてもらいながら、知識を増やしていきましたので、現段階で知識や経験などがなくてもご安心ください。研修をしっかり行います。私たちね、台本なしで喋ってますっていうと、もうできないといけないんじゃないかって不安な気持ちでいらっしゃる方も、多いかもしれませんけれども、研修でたくさん喋ったり天気の勉強をする時間がありますのでご安心ください。何月生まれ関係ありませんたまたま6月生まれが多いんですけれど、偶然ですよくね、デビューして数日後に地震が発生して、新人キャスターが対応してると、新人さんなのに地震対応してどうしてできるのっていう声をね、いただいたりするんですけど、ご安心ください、あれもちゃんと研修があるんです最初からできる人を取っているわけではなくてですね、もちろん最初から、ね、得意な子もいるかもしれないんですけど、私たちも最初は知らないところから、最初は全然喋る経験ないところから始まっていますので、その合格ラインが出てからデビューしているので全然できない状態でデビューするわけじゃないので、安心していただければ。研修も期間もですね、キャスターによって違ったりするので、不安だったら研修期間伸ばしたり、なんかすぐ出られそうだったら縮めたりとかも、そこは臨機応変にデビュー日決定される形になりますので、安心していただければと思いますね。もちろん気象情報、地震情報っていうのはとっても大切な情報ではあるので、大変なことも少なくはないんですけれども、みんなで力を合わせて乗り越えていければと思いますので、安心していただければと思います。そうです、人それぞれですので、そこは不安なまま、はい行ってこいってことにはならないので、コミュニケーションを取りながら頑張っておりますので、特別知識がないとか資格がないとかそういうのは関係なく、思いを持って応募していただければと思います。本当に私も10年以上やっているので、初日を知らない方がたくさんいらっしゃると思いますけれども、私もね、いっぱい教えてもらったんですよ。研修期間だったり、私も先輩がもちろん最初の頃は、今はねキャスターいなくなっちゃいましたけれども、最初の頃は先輩がいたので、もうね、マイクの付け方から教えてもらいました。こうやってつけるとスムーズにつけられるよとか、もう何もかも教えてもらいましたので、安心して応募していただけたらと思います。